はい、皆さんこんにちは。ケワイシヒデこと池端秀幸です。コミュニケーションメイクについてお話しさせていただきます。メイクにはいろんな考え方があると思います。たくさんのメイクアーティストがいらっしゃいますし、もう今では医療的にも使われたり福祉にも使われたり、もちろん映画界とか、まあ、そういうねファッション業界とかいろんなところの分野で、メイクは使われていますが、まあ私の場合はコミュニケーションという人間関係をスムーズに円滑にしたいなしていきたいなということで、作られた造語でございます。コミュニケーションメイク、相手の気持ちが分かるように、相手の気持ちに寄り添うようなメイク、相手も心地よく思われるようなメイク、そういうのをお互いがですね出来合う、そんな社会にしたいなと思ってるんですね。やっぱり人それぞれの個性というのが豊かにありますから、その個性をやっぱり生かした上で、自分が納得した上でメイクをする、まあ、非常にそういうところが大事だと思うんですね。大きく分けて僕は分かりやすく一般の方にお伝えしたいのが、まあ、3つのメイクっていうのを作ったんです。これはもういろんなその印象を大きく分けてですね、本当にナチュラルにもう本当に何もしていないかのような、でもナチュラルで上品なメイク、これをうららメイクというナチュラルメイク、これが低タイプ、ノータイプでいうと低タイプで触覚型というメイクを考えてます。それから目タイプっていうのはツヤメイク、ツヤメイク、これ視覚型のメイクなんですが、どちらかというと色物を使って華やかにするようなメイク、それからあまり色を使わない、リンメイク、これは耳タイプの方の聴覚型に向けたメイクなんですね。これ多くの方々はもういろんな、まあ、もちろんそのたくさん、いろんな考え方ありますし、価値観は皆さん違いますが、人間関係で大きく分けて見るとやっぱりタイプ別に特徴があるわけですね。その特徴というのは実は美容に対する考えであったり、そのメイクの仕方、価値観、メイクをする時の感覚、それから相手のメイクを見た時の良し悪しの感覚、これもですねやっぱりタイプによって皆さん違うわけです。でそこで僕が気づいたのが、なんでこの人は、もっともっとこんな美しい口紅が似合うのにつけないんだろうと、ある意味それをつけた方がすごく華やかになるのにと思ってる人が、例えばうららメイクの考え方、低タイプの方やとした場合に、確かにその方からしたらこの低タイプのメイクが好きだから、もう潜在的にですね自分はこういうメイクが似合うと思ってるわけですよね。ところが、周りから見たりとか僕らプロからすると、こういう方でもこの目タイプのメイク、リンタイプのメイク、もうこれ挑戦していただくと、本当にその方が気づいてないようなメイクをすることによって、すごくこの感覚でもう理屈なしにその感情が揺さぶられていくんですね。今までだったら比較して、あの人いいなって羨ましく思ってる、あの人かっこよくて羨ましい、そんな風に思ってたウララの低タイプの方も、もうこの2つのメイクをすることによって実は自分の幅が広がって見方が変わる、これは周りからの見方も変わるということなんですね。で、僕はそのメイクの中でこの3つ、最低3つの顔を作ることにするとどうなるかというと、うららメイクができる、目タイプの、ツヤメイクができる、リンメイクができるというこの3つがですね、全て大きく印象変化を作ることができると、あとはご自身が今日は低タイプと目タイプの間の平均値をとって、これぐらいのメイクをしよう、もしくは、低タイプと耳タイプのこの合間のここをとってみようというふうにして、各々の組み合わせをしていくと、これ三角形になりますね。今日は耳タイプと低タイプと目タイプって今までやってたとしても、だんだんそれがですね、応用編として今度間を取れるようになってくるんですよ。いわゆるそのバランス感覚は分かってきます。最初は三角形、耳、低、目という三角形のメイクで、今度ここのちょうど中間の部分を逆に取ったら逆三角形できます。そしたら三角形と逆三角形で星になります。なんかスターっていう感じですよね。スターになった気分になりますね。これが自分でこういうメイクをできるということになると、今度幅がどんどん増えてくるんですよ。そしたらここもできて、ここもできていったら、この間を取っていく、こうなると、実はこのメイクの全てにおいて、まあ可能性的に言うとこれ円になるわけですね。だからどちらかというと時計でいうと何分何秒のところへずっとこう毎回こうやって時計の針が回りますけども、人生の中で自分のさじ加減で今日はどっち向きのメイクをしようかなということを、どん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 自分でですね膨らましていけれる、そういうのがこの考え方なんです。で、普通のじゃあメイクとどう違うかというと、普通のメイクは
誰それさんが作ったこういう感じのもののメイクを真似てみましょうだけでずっとやってるので、その時々例えば春メイク、こういうトレンドが入りました、こういうメイクやってみましょうということはもう常にここ関係ないんですね。その誰かが言われたものに対してのメイクを真似るだけなんです。ところがこの例えばノータイプがもう低タイプで分かってる方がいらっしゃったとしたら、なかなか耳タイプ目タイプっていうのはこれすごく、最初は苦手意識があります。でもこれ練習しているとここからこれもできてこれもできてっていうと今までのうららメイクから大変身を遂げることができます。まあ、こういうふうなことをとにかくレッスンをしていきながら、自分の価値観、メイクに対する価値観もそうですけど、周りを見る価値観、これも変わってきますし、耳タイプのメイクの してる方のそういう会話の仕方とか考え方、価値観も、理解できるような、まあ、そういうことをお伝えしてるんですけども、まあ、本当にまずは表向きの自分の表向きのこの外見を変えることによって、本当にその自分の考えてる価値観、そういうところまでですね影響を及ぼす、これが実は潜在意識にアプローチするということなんです。毎日毎日の自分の外見を変えてるだけで、実は自分の潜在意識の中では周りに対する見え方が変わってくる。ちょっとこう大げさに言うと心眼が開くっていうんでしょうか。今まで見えなかった価値観が見えてくるとか、今まで気づいていなかったその人のメッセージがこう読み解ける、まあ、そんな風にちょっと大げさが分かりませんけども、ご自身のメイクがどん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 こう次元上昇するっていう、次元が変わるんですね。今までだったらこういう見方しかできなかったけど、これ円になっていくぐらい、もう本当にどういうところを今日は選んでメイクしようかっていう風になってくると、それこそ人に比較するよりか自分の中で自問自答して、今日はこういうのしよう、ああいうのしようっていうことが自分でできるから楽しいわけですよね。まあ、そういうところを、ご自身の力で自分の考えでメイクができる、そういう選択をするメイク術を、皆さんにお伝えしたいんです。だから僕はこうしなさいっても言わなくても、これを学んだらこの3つのメイクがきちっとできるようになれば、これはもうプロが凝縮したメイクのテクニックなんで、それを学んでしまえば、あとは自分でそこを、ね、どういうふうに引き算したり足し算したりするかの楽しい、いわゆるメイクのやり方っていうのを学べるんですね。はい、ぜひこのコミュニケーションメイク、ノータイプ別の潜在意識にアプローチする池端式、メイク術、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。興味のある方はぜひコミュニケーションメイクを学んでください。潜在意識にアプローチする池端式メイク術、ぜひご体験ください。